はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、パナタン、今とね、はい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 、は、ね、い。ねいい子ですね。いい子ですね、パナタンはね。はい。皆さん、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これね、東京商工リサーチさんでございます。 東京商工リサーチさん調べのえ、まあ、データがね、出てたんで、皆さんにお知らせしようと思います。はい。えー、実はですね、運送業です。運送業。はい。主にタクシー、タクシーではなくて、あのー、トラックですね。荷物を配達する方。はい。その荷物の配達するね、運送業の お父ちゃんがすごいことになってますよというニュースでございます。はい、えー、これ私もね、ええー、って思ったんですけど、はい、えー、1月から9月で、はい、1月から9月です。はい、1月から9月で、なんと234件の運送業の会社がお父ちゃんしてしまったと、そのうち10億円規模の えー、大型倒産も1件ございましたと。これとんでもないですよね。10億円ですよ。はい。10億円規模の会社のね、えー、この運送業のお父ちゃんも1件ありましたよということで、えー、出ておりました。で、これね、えー、まあ,あ、ちょっと、 って感じなんですけど、とりあえずね、えー、燃料費とか、そういう経営の問題ではなくて、純粋に人手不足倒産っていうのが増えてましてね。はい。なんと30件。はい。30件は人手不足が理由でのお父ちゃんです。はい。えー、仕事してくれる人がいないんでね、もう、もうダメだ。会社閉じないとっていう感じですね。はい。 えー、30件ございました。これ、なんとね、恐ろしい勢いで増えてるんですよ、実は。前年比、前年比2.1倍です。はい。えー、前年度はこんなんじゃなかったんだけどな、みたいなね。はい。えー、前年比が2.1倍です。えー、とんでもない勢いで増えてます。まあ、理由わかりますよね。 はい。えー、じゃあまあ、人手不足ですから、はい、えー。そういうことでございます。まあ,あ、給料が悪いんでね、やめちゃうっていう人はね、えーまあ、少しずつ減ってると思いますよ。まあ、当たり前でね、えー、今あ、こういう景気ですから、はい。えー、まあ、なんていうのかな。えー なんて、燃料自分持ちとかでもうやってられないっていうのもわか、そういうのはね、また別問題だと思います。これ、あの、純粋に違うみたいなんで、人手不足みたいなんで。えー、なのでね、これはって思いますよ。来てますね。はい。<laughs> 結論は来てます。はい。えー、まあね、ドライバーさんがどん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 ね、働ける方が減って、 いるっていいううなんでしょうね、えー、いわゆるねあぼんぼーんってなったりとかねこれまあ運転見てれば分かりますけどね最近のはいあぼんぼーんってなっちゃってってね、えー、もう運送業とかできませんよーっていうことでドライバーさん辞めちゃったりとかねまあそういうことなんだろうなと思います。まあ あーね、全部が全部4というわけではないんでね。やっぱりこのアボンボンで、えーね、エンジンかけたままね、そのまま、ね、放置しちゃったとか。はい。まあ、いろいろあるとは思うんですよ。ね。えー、ハザードランプ、えー、つけっぱなしでね、なんか、 ね、つけたのを忘れて、まあ、カチカチ言うんでね、ハザードランプってね、えー、つけたの忘れるっていうのもないと思うんですけど、まあ、実際見てますからね、そういう人。はい。つけっぱなしで、えー、走ってるんですよ。もう、ほんとね、あのー、あ、ボンボンが増えてきてるなっていう実感はありますね。はい。えー、まあ、運転とか見てるとね。 えそういう感じしますよ。だから本当注意してます。え外歩くとき、えー。一応ね、横断歩道渡っていてもお怖いんでね、えー、ちょっと注意はしております。はい。まあそういう状況なんでね、これね、え運送業のお人手不足っていうのはなんかすっごい納得できちゃいますね。はい。えー、そういう形でね、 え、辞める方も多いんじゃないんでしょうかね。はい。えー、でも、運送業もね、今、あの、給料かなり上がってるみたいですね。か、待遇もかなり改善されてるみたいなんで。えー、まあ、これもなーって思います。はい。えー、まあ、そういうことなんだろうなと思ってます。はい。えー、かなり、まあ、増えていると。はい。えー、東京商工リサーチさんからのね、 ごご報告でございました、えー、これでね困るのはもちろんね貨物が届かなくなるということですはいえー、まあいろんなところにねまあアマゾンなんかで、えー、買ったものがね、えー、かなりもう待たないと届かなくなるとはいまあそういうことですねあとあのー、これで困ってるの問屋さんとかでしょうねはい えー、まあ、問屋からね、まあ、いろいろ配送されてね、えー、各お店なんかに来るんですけど、この配送されてくるね、この配送経路があ少なくなっていく,くっていうことです、今後。はい。えー、なのでね、もちろんね、物の値段はあ上がりますしね、えー、少なくなりますね、種類。まあ、しょうがないでしょうね。<laughs> <coughs> ごめんなさいね <coughs>。そういうわけなんでね。皆さん、あのー、今のうち。はい、今のうちです。備蓄しちゃいましょう。はい。まあ結論またそれかよって感じですけど。ね。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでございました。こちらの記事も貼っておきますんで、皆さん見に行ってください。はーい。はい。ね。バナナ。